さあ、やっていきます。どうも、アザラシです。暴走暴走大暴走第4話、桜大戦実況第4話ということでね、暴走暴白銀の白虎、忘れた、白銀の羅刹と白銀の羅刹ではなった、白銀の羅刹。また音がちょっと小さいんじゃないか。マイク、あれ3になってる。見てくれ見てくれ、これが3になっている。見えん見えん。ここでどういうあれでこれが3になるのかな。いつも2から始まるんだけど、まあいいや、行こう。おみーやかかんにちさまでございますこと。よくわからん入りをしとるな。またあの2人のことや、きっとなんかおもろいことやってくれるで。ほう、ねえねえコーラン、明日何の日か知ってる？静かにシーアイリス、今アイスセリフ合わせの最中やで。かわいそっす。明日はアイリスの誕生日だというのに。知っている。次回予告で知っている。これでいいのですわよ。これでいいのですわよ。どう考えてもおかしいだろ。メネジポン取れてんやねえのか。そちらこそ動くたびにセットを揺らすのやめてくださらない。スミレの難癖のつけ方、スミレさんの難癖のつけ方がなかなか。ちょっとセリフ合わせの最中に死後は元気に。確かに、もうこの砂利書きをフランスに返せ。フランスだったの気がする。この楽器をフランスに返せ。こいつへの給料はどうなっとるんだ。働かせてんか、この時代は。子供、こたれとかいるけどさ、あの人たちの給料ってどうなってるのは気になるよね。親元に行ってんだろうと思うけど、それ親が稼いでるだけやんっていう。なんか働かされてるっていう感じだろ。そしたらストリートチルドンって何が違う。愛はダイヤの公演が始まる。来週まではのんびりと休める予定、休めると思ったのに。ぼやっきートンツラ、ドロンチョ。よし、終わったぞ。かすみくん、これでいいかい。むちゃくちゃやる気なさそうに仕事するな、我が身さん。やれやれ、ようやく終わったか。それじゃ俺はこれで失礼するよ。お疲れ様でした。桜大戦の実況もね、続けているんですけれどね、なかなか伸びないですね。このまま続けていていいのだろうかという葛藤がある。え、いや、見なかったな。見てないぞ。本当だぞ。いや、見なかったな。ちなみに、てん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 ってなるのを、そのまま行って、行くと、無視みたいになる。答えられないっていう選択肢もある。そういう時もある。それ、すごいよね。つまり、2択に見せかけて、実は3択という。常に1つ多めに選択肢がある。このシステム。まあ、時代がね、時代考えたら、桜大戦、本当画期的だからね。こんなにすごいゲームが昔にあったんですよっていう。明日お暇ですか？え、何ですか？なんかデートのお誘いかと思った。違った。大道具部屋の掃除。もちろんだ。いいとも、付き合うよ。もちろん付き合うよ。さくらくんの頼みとあれば、火の中水の中、二つ返事でいこう。こんな砂利ガキとの約束などは、はあ、じゃあの、ダメか。シャン、ザン、ザンポール、ジャンポール。ザンポールみたいな名前の、トイレにいるやついなかったっけ？何を見ればいいんだ。金髪かいいな。もう、おがみさんたら、金髪でいいか？まあ、外人さんの金髪はいいかもしれない。日本人は、まあ、やっぱ黒でしょって気がするけど。デート？今のさくらくんの厳しい顔つき。ごめん、明日はダメなんだ。明日はね。ほら、もうこれ。たとえ、どうだろうな。
あのアイリスとの約束が先にあって、先にあった上でさくらくんから大道具部屋の掃除を頼まれたら、俺大道具部屋の掃除の方を選ぶような気がするな。さくらくん言っていい？これ聞こう。さくらくん優しいね。さくらくん優しいね。ちゃんと生かしてくれた。これはいい奥さんになれる。大丈夫、こんな砂利ガキにうつつを抜かすような大神さんじゃないから大丈夫。まあさくらくんの方もね、あれだから、まあアイリスならいっかって思ってるアイリスならまあ一緒っていう、これがあの妙齢な女性だったら行かせてくれないかもしれない。これ何すりゃいいの？アイリスのとこ行きゃいいの？とりあえずこれはなんかちょっとあの今シナリオなんかふわっと読んでて、これ明日なの？次の日か。もうこれ叩いたらもう行っちゃうじゃん。ちょっと待て、もう少し時間を潰してから、もう少し潰そう。一回で何のために時間潰しようか分からんけど、とりあえず売店で椿ちゃんを冷やかしていこう。ちゃんとブロマイド買っていこう。今日はアイリス会、今回はアイリス会。これか。じゃあこれ50銭買っていこう。うわーほとんど年配の方なんです。ほんまか、大きいお兄ちゃんじゃないのか。あ、カットね。オッケーお話していこう。なんか間違った、あれ喋れんかったっけ、口の周りだった。愛はダイヤ。何も起こらなければいいんですけどね。そうだね。うふふ。はい。これを起こしていきたい。毎日こういう冷やかしをしていきたい。さあ行こう。食堂も行こう。アイリスが怒らないまでも。あれ？彼女じゃないか。なんか食っとる。朝飯？いや、取りかかっただけだが。ちゃんと朝飯食わないと体に良くないぜ。ほんまか？米に味噌汁に、米の飯に味噌汁だな。ちなみにうちは、ご飯と納豆かな。納豆、コスパがいいんですよ。安いんですよね。納豆1個でまあもう満足いく、満足いく、ま、納豆だけでもう大体 OK みたいな。とりあえず大道具部屋でさくらくんの様子を見て大丈夫かなってのだけ確認して1個な、なんかちゃんと怒ってる。さくらくん一応話を通していくいや違う、さくらくんが気になってから来たんだって。わからん、これはそうか。大丈夫かこれ大丈夫かこれ、本当に。おあれこんなん、へえ、知らんかった。さくらくんも随分とまだ罪作りな。無駄な動きが多い。こんなん無理じゃっち。部屋の端までもう一回やらして。 A、B で何すんのこれ、何が起こってる。違うな、なんか A、B は何なの。 A、B は何もないんか、右左しかないんで、ね、もう一回やらして。いけるかこれ、部屋の端まで。難しいぞ。ててな、もう一回。これは難しい。
集中しないと無理だぞ。無駄な動きが大きいと失敗する。うっ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 、右と左のなんなんなん格差ひどい。ネズミ爆弾、ネズ、よし集中していこう、集中していこう。さくらくんの好感度を上げるためにも集中していこう。うわ頼む頼む、橋まで行かせてくれ。俺の集中力を研ぎ澄まされろ。右と左じゃネズミと来ると来ないという違いがあると難易度は全然断知。やっやった、うわっ、あともうちょっとだろう、頼む、いけいけいけない、まだ、え、早く早く。さすがにこれはアイリスも切れてる頃でしょう。なんじゃそりゃ、わからんわ。結構頑張ったぞ。感慨になってるかもしれない。だからその前にちょっと待ってくれ。もしかしたらさくらくんの風呂イベントがシャワーイベント起こってるかもしれない。これだけ確認させてくれ。起こってなかった。これはアイリスカンカンですね。ここまでブラブラしてから行こうっつってんのに、このブラブラぶり、このブラブラぶり、さすがのアイリスも切れてる頃でしょう。5対3。すまんな、ちょっとちょっと準備に止まって。あ、ジャンポール連れていくんだな。そんなことないよ、今何も考えてなかった。もしかして全部行ききれば、もしかして全部行ききればさくらくんのシャワーイベントがあったのかもしれないというのは、一瞬そんなふつつかなことを考えていた。ふつつかか、フラチなことを考えていた、横島なこと。すごく可愛いと思うぞ。青が映えるね。ただちょっとガキっぽいね。デートだと言うから、まあね、無理やりに褒めてるんですよ、無理やりにね。実は普段着の方がいいなんてことはなかなか言えたもんじゃない。上の動物公園でいいでしょ、ガキンチョだから。動物見せとけばいいでしょ、カンガルーとかやるらしい。もしかしてこの時代からずっと上の動物公園ってあんのか、大正時代とか。それってすごいね、なんかすごい、ね、時代がすごい。そんなすごい昔の人たちが行った上の動物園が未だにあるっていうのは、昔の人の楽しみと今の楽しみは必ずしも同じではないけれども、昔の人と同じように、なんかこう同じ場所だよな。上の動物があった場所はきっとな、違うかもしれないけどな、そんな歴史に詳しくないから。浅草が入る。んじゃん、公園を散歩しようよ。とりあえず公園を散歩して活動写真を見て。噴水、お願いがあるんだけど。なんだい、恋人同士みたいに歩きたいな。どう考えても、まあ、手つないであげよう、仕方ない。腕は組め、小さすぎてな。まあせいぜい年が離れた兄弟がいいとこでしょう。はいはいはい、もう適当。なんだい、銃だろ、知ってる、次回予告で知ってる。10代であることに間違いない。じゃあ活動写真に行くか。最後に買い物して帰る。すごい人、ここ何、活動写真って書いてあるな。
俺たち定撃のライバルだね。俺も活動写真って昔は知らんかったけど、桜大戦のおかげで活動写真を知っている。要はあのあれだな、スライドを見せながらそこで横の人は解説みたいな、大学の授業みたいなやつだ。それでものになってるというかね。他に何か買い物してから行こう。なんつったらいいかな、その写真を何枚も見せながらそれに当てでこしていくみたいな。宝石なんて買えないぞ。いかにも系だな。なあ兄ちゃん、あ兄さん、お嬢ちゃんに何か買ってあげたらどうだい。全く仲がいいね。妹さんかい。恋人です、言っておきます。そういう日なんで。さすがは外人さんだ、進んでるね。はあ、もうこの心が痛いよ、胸が苦しい。こんな子供に嘘をついていって。で、どれだよ、かんざし。あえて日本語のかんざしいいのか。これでリボンならいつでもつけてるからな。活動写真行こう。今回順調にアイリスの好感度上がってるな。あのもう一回やりたいな、あのさくらくんのあの床拭き。結構いいとこまで行ってきやしたけど、最後じゃないな、あの上の方まで樽が積んであるの、木箱が積んであるのがもうクリアできんかったのかな、悔しい。5本。ねえお兄ちゃん、あの人何？あの人は弁士さんって言って、物語の説明をしてくれる人さ。活動写真は声が出ないから弁士さんが画面に合わせてお話をしてくれるんだよ。要はまああれだな、大きい画面でやるあの紙芝居みたいなもんだな。てろれん、珍獣大登場。さてここは深い深い山奥のとある研究所。まさに一人の科学者がある研究に没頭しているところなのであります。まあ、紙芝居の写真バージョンみたいな感じかな、言ってみれば。アイリスが手を握ってきた。怖いのかな。手を握ってやる。声をかけるのはダメだ、活動写真の邪魔になってしまう。テラリナに。アイリス、子供じゃないからこんなの怖くないもん。そうそう、手じゃダメだったか。アイリス大丈夫か。怖いんじゃないよ、アイリス落ち着くんだ。やだ、来ないで。子供、あら、いやいやー、霊力の高まりが。アイリス、ここは危ない、逃げるぞ。ここはっていうか、こいつをテロリストとして叩き出せ、叩き出せっつか突き出せ。アイリス、この力、これは一体。ここにテロリストがいます。ということでここまで桜大戦第4話その1でございました。じゃあね、次回パート2お楽しみにってことで、いいこんな終わり方で。なんかサクッと終わっちゃって、ベシッと終わってないな、サクッと終わってない。ほいじゃま、パート2で。